ヒカキン TV Everyday。 ハローデマです。私ヒカキン、書類送検されておりません。この動画は誤った情報を信じてしまった方の誤解を解くためにアップロードしております。もうご存知の方も多いんではないかと思うんですが、昨日2月1日の噂によると、夜の8時くらいからツイッターで速報、ヒカキン氏 YouTube 広告収入不正入手発覚で7時半頃書類送検っていうデマツイートが一気に拡散されました。で、昨日の僕はというと、朝から幕張の方でニコニコ党会議のモンスターストライクのブースでイベントに出演しておりました。夕方までやって夜に帰ってきたんですね。で、ちょっとご飯食べながらテレビ見てて、ふとツイッター見たら、もうね、何百件来てるんだってくらい、ヒカキンさん、書類送検されたんですか?とか、そういうツイートで埋め尽くされてて、なんじゃこりゃってことになりました。で、すぐデマと分かったので、僕はツイッターの方で、完全にデマです。で、もし周りに信じてしまってる人がいたら、デマだよと、広めていただけたら嬉しいですと、ツイートしました。で、今日の時点でも、もしかしたら信じてしまってる人がいるかもしれないので、ぜひぜひデマだったと、皆さん拡散していただけたら、嬉しいです。で、今回、ネットの拡散力の凄さというものを改めてね、実感しました。良くも悪くもネットはすごいんですね。そう、僕が見た時にはすでに、もう Yahoo のね、急上昇ワードに乗っちゃってるんですよね。ヒカキン書類送検ってね。もしかしたらそれを見て、信じてしまった人もいるんではないでしょうかね。で、その後僕がデマですよと、完全に否定をしたら、今度はネットニュースがですね、一気にこう、ヒカキン書類送検はデマだったと、そういう記事を書いてくださり、それはすごく助かったんですが、今日のヤフーニュースのトップページに載ってたり、あと LINE ニュースとか、ライブドアニュースにもトップニュースで、まさかまさか僕のこんなニュースが、載りました。今回はいたずらの域をはるかに超えているので、今本格的に調査してもらってます。もし今後もこういうデマ情報など、本当かなって思う情報がね、こう出回ったら、まずは僕のツイッターをぜひ、見に来ていただけたら嬉しいです。そう、ツイッターでこう拡散され始めてから、LINE とかもこう知り合いとか友達からすごい来ちゃって、書類送検されたの?みたいな。いや、されてないから、みたいな。そういうことにもなってしまいましたし、あと本当はね、今日のこの夜7時もいつも通りの楽しい動画を上げようと思ったんですが、この誤解だけは絶対に解きたいと、思って、夜7時の一番皆さんに見ていただけるこの動画の場を借りて、ご報告しました。本当はこの動画の他にいつも通りの動画も上げようかなとか思ったんですが、それだともしかしたらこっちの動画見ていただけなかったり、2本上げるとちょっと混乱してしまったりするので、いつも通りの動画を楽しみにしてくれていた皆さん、すみません。もうこんな事件もちろん起こってほしくないんですが、今回ね、初めてこういうことが起きて、大きな混乱になってしまったんですが、僕がすごい嬉しかったのが、そのデマ情報を見て、ツイッターに寄せられる僕のつぶやきの中の8割くらいが、デマが流れてますよとか、最初から信じてませんよとか、そういう温かいファンの皆さんの、コメントがほとんどで、改めて、フォロワーの皆さん、チャンネル登録してくださってるファンの皆さん、温かい皆さんに支えられてると感じました。いきなりね、書類送検って出たら、あまり詳しくない人だったら信じてしまうのも、無理はないと思うんですが、そこで、いや、そんなはずないと、そんなことしないって言ってくださった皆さん、本当に、信じていただきありがとうございました。それ以外にもネットに、いろんな僕のデマ情報とかね、山ほど出回ってますが、僕は至って静かに、そして真面目に生きているつもりですので、すぐには信じたり拡散しないよう、ぜひぜひお願いします。しんみりしてしまいましたが、本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブーン、じゃんけんポン、バイ。私ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他 ID 検索でヒカキンと検索しても出てきますし、 LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ
それでは LINE でお待ちしております。たらくたらくたらく。